来月7日投開票の東京都知事選挙は初めての週末を迎え、各候補が政策を訴えています。私たち大人が大人の責任として彼らの代わりに考えて動いてあげないといけないことのはずです。教育への投資、ここに資源をしっかりと配分したいと思います。東京都は他の府県に比べればですね、財政的には非常に余裕があります。資産もあります。減税を必ず実行して、若い人たちがですね、実質所得が増えるようにしたいと思います。今日は午前中から石丸伸二さんは11箇所、田母神俊夫さんは4箇所で、それぞれ街頭演説を行っています。私は全然守りに入っていません。チャレンジャーです。これまでの継続のみならず、新しいこの産業を育てたりしていくこと、これはチャレンジ精神がないとできないと思っていますので、私こそチャレンジャーだと思っています。昨日このように訴えた小池百合子さんは、午後から八丈島で今回初めての街頭演説を行います。1年間で税収が1800億円増える東京都です。思いつきのようなものではなくて、ちゃんと届いてほしいと思える人たちに使うことこそも、私の得意な行革でぜひやらせていただきたいと思っています。また蓮舫さんも午後から渋谷など2カ所で街頭演説を行います。来月7日投開票の都知事選挙には、このほか52人が立候補していて、期日前投票は昨日から始まっています。